キララファンタジア、僕たちがしっかりしないとね。おはよう、はい、きちんと栄養は取ったかい？はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。おはようございますって言った方がいいか。今回は前回の続き、異世界まんじゅうとエトワレイヤに迫る闇の日に焼けやす収集クエスト後編です。どこ知らない？おはよう。え、さわやかな。よくできました。任せて、行ってくるよ。ちょっと急ぐ。ありがとう、助かった。もいつも大変そうね。こいつらは次回以降ですね。ライネさんの料理って包容力あるよね。炎属性に切り替えです。倒しちゃいますね、強い。うまくいくといいんだけど。今は我慢の時だね。当たってください。私たちの勝ちです。やりましたね。力以外は何とかできるよ。じゃあ頑張って皆様のお力になります。よし、行きますよ。ここまでです。聞いたかな。ワンツーダウン。私だってやる気ですよ。いっちゃえ。さあ行くよ。気をつけて。モリ、アゲ、ヨー！
かな。私が助けるね。私が何とかしないと。どうだ。センターしかないんかよ。強いな。アオバが今89か。異世界ってすごいね。しかも武器もそんな強くないわけですからね。それだけ言っては星音は。私もついてっていいですか。先輩らしいところ見せないと。そういう風青葉が強いっていうのは分かるでしょう。きっと大丈夫。ワンツーダウンアンス。そうなんです。景気強くなりますからね。もうフォーオールの力で勝たないといけません。きっと大丈夫。モーリーあげよう。ここまでです。私が何とかし子供扱いして。あげないでください。カバンを使え。私がやらなきゃ。お客さん足が速いから。やっちゃいますよ。すごいわこれ。あ、まだ。みんなと一緒ならできるよ。今は我慢の時だね。やっちゃいましょう。あ、攻撃させなくなった。来た。エッチアアッ。いくよ。こうなったらチアパワー。ナイス。じゃあ。ワンフォーオールだね。異世界ってすごいね。初めて見るものばかりで。昇級です。私もついてっていいですか。緊張してきちゃった。これでどうですか。早くもチア投入。勝っていいの？こんなことだってできるんだよ。へへ、どうかな。きっと大丈夫。何だ。大体動きが早いんだな。とにかくここまでです。行くよー。もう刺せてないし。自身に浮かばりしとこう。自分が危険かも。
な時もやっちゃいますよ。ペロペロペロ。先にこれを打っとくべきだ。これで大丈夫。今は我慢の時だね。派手にやっちゃいましょう。まず1体倒した。通常攻撃はそんなに強くないな。子供扱いしてダメにしてください。これは強力敵だな。行くよ。倒しちゃいましたね、簡単に。ワンフォーアウト。ダメ。まあ、アーバー強いです。これを見てわかる通り、ライネさんの料理って包容力あるよね。あっさり超級いっちゃいましたもんね。もう一回超級いこう。ゆずこかな。クエストへ出発。見過ごすわけにはいきません。正面突破でいきましょう。お願い、間に合った。攻撃がすごい。ワンツーダウンアウト。ボディ。気合を入れて、いざ。とっておきの、やってみよう。いきまーす。怖い。連打が。長引きそうかな。無理しないでよ。本当に消回復だな。お願い、間に合って。モリ、アゲ、ヨー、みんなを守って。ショーアップ。よーし、当たってください。痛くしないでね。覚醒はいいね、気分がいい。ちょっと知ってるな。ドンドロボー。
OK。私たちの勝ちです。やりましたね。最強の星4じゃないでしょうかね。ライネさんの料理って包容力あるよね。すみません、助かっちゃった。ね、アマウさんの従業員にならない？なんてね。おはよう。要件は今のおすすめ。ん？何これ？交渉成立。有識かなぁ。交渉成立。とりあえずこれをあげ、全これに全部全振りかな。交渉成立。おはよう。朝から鍛えるぞ。472、だいぶ迫ってきましたね。146、あとちょっとですけどね。この竜の鱗は三号石もかなり溜まってきました。もうちょっとです。とにかく一方、こちらですね、ユノの武器28ですね。メモリアライズはこちらがレベルアップしました。あとカオス先生、まだまだですね、進化は。メインクエストもクリアしていかないといけないです。クラフトクエストなんていうのもありますね。この辺も考慮に入れながら次回やっていきたいと思いますので、また見てください。じゃ、今までの朝は鍵の手入れをして、あとは今までのプレイ記憶はですね、説明欄に書かれているプレイリストのリンクに、書いております。お暇な時でも見ていただければ嬉しく思います。また、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら、見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。